出血のさせ方を自分で勉強するのに、自分の指を使って練習をするというのもありだと思いますので、ちょっとやってみたいと思います。指の置き方ですね。あとでもう一歩違う方向からもやりますので、こういうふうに僕はやってます。こう当てて、ここをこう持って、こんな感じですね。ちょっと方向変えましょうかね。こんな感じですね。こうやって出してます。こう押さえて、こう押さえて、でギュッてやるとこうやって血が出てきましたね。これ人差し指ですね。次は、まあ同じような感じなんですけど、中指やってみましょうかね。H2 ですね。中指も、まあ同じような感じ。こういう感じ。こう押さえて、で、こうですね。ちょっとここ書いてやると、こう押さえて、傷口の。で、腹を押さえて、で、こうですね。そうすると、こうやって出てきます。ね。次は、薬指やってみましょうね。ちょっと辛いけどやります。悪くもないのにやらなきゃいけないのはなかなか辛いんですけど、まあ皆さんのため、薬指ですね。 こんな感じです。こういう指の持ち方。腹を押さえて、横とこれと、こんな感じですね。こんな感じです。こういう感じですね。これはあんま関係ないですかね。こう押さえて、こうやって、こうですね。ちょっと角度変えますかね。よっこいしょ。指の腹を押さえて、こうやって。で、傷の近いところをギューッとこう押さえるんですね。ギューッと。こういうやり方ですね。次は小指いきましょうかね。心臓ですね。H3 いってみたいと思います。ちょっと指の使い方が こんな感じですね。この指を使いますので、薬指をですね、こうやってこうですね、こう押さえて、で、こうやってますね。角度を変えればこうやって、こういうやり方ですね。これも関係ない。これも関係ない。これとこれ。あんたは器用だからできるみたいに言われそうですけど、まあ練習ですから。で、H4 やってなかったですね。H4 やりますかね。H4。H4 は、これですから、これはこんな感じですね。こうですね。ちょっとこう曲げながら。こんな感じですね。ちょっと角度を変えますかね。こう指の腹を押さえて、人差し指でこう、腹の方からと。こうやったらこう出てきますでしょ。こうやって出すわけですね。で、問題は親指です。親指だけが対抗したこう指がないので、親指は人差し指ちょっと巻きつけた感じでやります。この指にこう巻きつけて、指の腹からこう押さえる、こうやりながらですね、とこうやって出てきますから、指を巻きつけるんですね。これで、この静脈、ここにある静脈をこう圧迫しながら指の腹を押さえて、この爪の対角線の爪のところをこうギューッと押さえる感じです。こんな感じです。角度を変えますかね。この指をこう回して置いて、でこれでこうギューッと、こんな感じです。ちょっと出てきます。これ全部の指ができました。また角度はそのうち変えて、また作りますので、どうぞ参考にしてください。